なんです。今日はサラリーマン志向と経営者志向の違いということで、もし今あなたがサラリーマンでこれから独立を考えていらっしゃる場合にですね、ぜひ頭に留めておいていただきたい知識ですね。自分の経験の中で重要だと思ったことを、3つお伝えしたいと思います。まず1つがですね、貯蓄と投資、という違いですね。で、2つ目が他責と自責、他人の責任、自分の責任というところですね。で、3つ目が安定と挑戦ということです。で、1つずつ簡単にお伝えします。で、まず1つですね、貯蓄と投資についての考え方が、いわゆるお勤めの人と経営者の違いですね。で、お勤めの人はやっぱり、将来のことを考えてですね、やっぱり、貯蓄を、するっていうのが結構普通の考え方だと思うんですね。で、日本人の、投資に対する考え方っていうのはすごく変わっていて、本当に全く何もしないか、ギャンブラーみたいなですね、結構投機的な、思考の人、そのに、両極端なんですね。二極化してるってとこですね。まあ、今、新しい積み立て NISA とかですね、イデコとか、その政府がですね、国民を投資にプッシュするような動きがあるので、少しずつですね、投資のための口座を開く人が増えてきたりとかっていうの動きがあるんですけども、それでもまだまだですね、日本人は貯金、特に日本人はですね、貯金が好きで、投資に対してすごく悪いイメージを持っていたり、そのリスクを極端に恐れるですね、思考を持っている方が多いかなと思うんですけれども、もしですね、あなたが、独立して経営者側になる場合にはですね、投資のマインドは絶対に必要になるんですね。で、お金はですね、水と一緒で貯めておくとですね、流れずに貯めておくと腐ってしまうという、要は死に金っていうんですけども、要は、きちんとですね、本当はですね、さまざまなものに活用して、どん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 ですね、新しくビジネスを進めていくと、どん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 前にビジネスを進めていくっていう思考が必要なんですけども、投資をしないとですね、このお金が無駄になってしまう。機会損失って言い方しますよね。使わないことでですね、得られるはずだった利益が得られないとかですね。あと一番まずいのは自己投資ですね。特に一人社長の場合は自分自身に投資していただくのが一番必要なんですけども、これをしないことでですね、自分が成長しないと。で、特に小さな企業、大きくなってもそうなんですけども、企業はですね、そのリーダートップであるあなたがですね、全てを、企業のですね、存在そのものをですね、に影響があるんですよね。ですので、あなたに投資しないというのはすごく、経営する側としてはまずいかなというふうに思います。で、間違った投資もですね、危険で、安物買いの銭失いっていう言葉があるんですけども、本当にこれになってしまうということがあるので、この辺のですね、投資の方向性についてもですね、やっぱりメンターをつけてですね、しっかり学んだ上でやって、ビジネスを進めていただくのがいいのかなと思います。で、2つ目の他責と自責ですね。これはですね、僕もビジネス始めた頃に、雨が降っても自分のせいにしろというふうにメンターに教えられたんですけれども、とにかくですね、サラリーマンというのは、会社のせいにもしやすいですし、もっと身近で言うと同僚とか上司とかですね、そういったせいにもしやすいですよね。で、マクロ的に言っても、例えば、国のせいとかですね、政府のせいとか、そういった言い方ができてしまうんですけれども、サラリーマンと違ってですね、経営者っていうのはもう自分で全てやっていかなければいけないので、自責、自分、全てですね、自分が責任を負うっていう発想がすごく重要かなというふうに思います。これ当たり前のようでですね、意外とですね、言い訳をしたりとか、周りのせいにするっていうのが、ビジネスを進めていくと出てきてしまうので、これは本当に気をつけていただきたいなと思います。で、3つ目ですね、安定と挑戦なんですけども、これは安定のやばさっていうことで別の音声でも話してるんですけども、やっぱりですね、チャレンジし続けることで初めて安定っていうのが得られるんですけども、サラリーマンっていうのはですね、やっぱり固定給が毎月入ってきますので、続けていればとにかく、なんとかなるっていうような発想になりがちなんですよね。で、やってもやらなくても固定給で同じだと、どうしてもですね、そのチャレンジ精神というのはなくなっていくんですけども、経営者の場合はですね、常に挑戦をして新しいことをやっていくこと。例えば、フルモデル、ビジネスのフルモデルチェンジは1年ごと、マイナーチェンジは3ヶ月ごとっていうふうに言われるんですけども、これをやっていくことで初めてですね、長く、息の長いビジネスが続けられるということですね。この、サラリーマンとですね、経営者の思考の違いですね。
まあ、貯蓄に対する考え方と投資に対する考え方が違うと、あと多責と自責、あと安定と挑戦ですね。これはあのマインド的な話にはなるんですけども、すごく重要なので、ぜひ、これから独立される方はですね、あの気に留めておいていただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、こういったですね、サラリーマンの独立企業の支援ですとか、日本と海外との2拠点生活、あとは、海外の有利な投資情報など興味あれば、下にある説明欄の方から無料のメールマガジンや公式 LINE 登録いただいて、ご気軽にご相談いただければと思います。いつもありがとうございます。